こんばんは、ニュースです。講談社ではデイ MM.com 動画において鉄道 VR 作品人気貨物列車で以降 EF65 の配信を2021年4月21日から開始しました。本作品は VR 映像により電気機関車の運転室にいる感覚を味わえる点が最大の特徴です。パノラマバージョンでは上下180度左右200度、3D バージョンは上下左右180度の視野角を持ち、視聴者は自分の見たい場所を自由に見ることができます。またパノラマバージョンでは背面2次車位置を見られるナビゲーションマップを入れる工夫も施しているそうです。また次回を会いしましょう。徹子でした。